皆さんこんにちは、チルイヌネシアのチカラです。まず今日のレッスンを始める前に、一つだけお知らせがあります。実はインスタグラムのアカウントについてなんだけど、私もともと ck.chill.indonesia っていう名前だったのが、今はチカラアンダーバー先生っていうあのアカウント名になってるんですけど、なぜかというと、もともとはこのように YouTube でインドネシア語のスラングを教えることが、メインだったんですけど、最近実はインドネシア人の、学生さんにも日本語を教えることがこう多くなって、それでチカラ先生っていう風によく呼ばれることが多いから、だからインスタのアカウントもチカラ先生の方が分かりやすいんじゃないかなと思って、はい、ちょっと変えてみました。なのでまだフォローしてない方はぜひフォローしてください。はい、今日のレッスン、はい、今日はインドネシア語の安心する、ポジティブな言葉について教えてあげたいと思います。イエーイ。はい。そうね、最近、インドネシアにいる方とか、インドネシア語を勉強したことある方とか、もしかしたらいくつか聞いたことのある言葉とか、見ると思うんですけど、あとは、最近みんなこういうこと言ってるんだけど、これどういう意味なんだろうっていうのも多分出てくると思うので、なのでちょっと今日はそれについて、話したいと思います。まず、最初。インドネシア語の安心するポジティブな言葉。というと、一つ目は、ティダアパアパ。ティダアパアパ。さて、これはみんな聞いたことあるかな？ティダアパアパっていうのは、大丈夫とか問題ないっていう意味なのね。じゃあ、ティダっていうのは、ないとかノーとかっていう意味なんだけど、で、アパアパは、何もみたいな。何事もみたいな。だから、ティダアパアパ、なんともないとか、別に何か、大したことないとか、大丈夫っていう意味になるのね。はい、これがティダアパアパ。これが、フォーマルな、ちゃんとしたインドネシア語なので、普段結構みんなガアパアパっていうのね、前回別のエピソードで話したと思うんですけど、ティダイコールンガだから、ンガっていうのはそのインフォーマルバージョンということで、ガアパアパっていう時もよくあります。はい、だからこれ覚えておいてね。もしもガパパって聞かれた時、おいガパパガパパ、大丈夫大丈夫、もうそのまま聞いてそのまま、はい、答えることができます。ティダアパアパ。はい、そして2つ目はアマン。アマン、そう、アマンっていうのは安全っていう意味なのね、インドネシア語で。で、なんで今回アマンっていうのを教えたのかというと、実は最近インドネシア、ここのとこ最近、去年ぐらいからかな、結構私よく聞くのが、アマンアマンってみんな最近言うのね。なんでみんな安全って言うんだろうっていうのをそう思ってたんだけど、最近これが結構流行り言葉っていうのかな、流行り言葉。だからアマンっていうのは安全っていう意味なんだけど、だから要はこれも大丈夫大丈夫っていう意味になるのね。だからアマンって結構みんな言う。だからこれ結構私聞いてホッとするんだよね、この言葉聞くだけで。だからアマンってやっぱり安全っていう意味だから、例えば私が何かを質問するときに、アマンアマンってみんな答えたりとかしてくれるときあるのね。だからそういうときってできる、大丈夫大丈夫とかっていう意味になるから、すごくこれがもう非常に安心するっていう感じ。例えば、タクシーに乗って、ごめん、このポンド金だけで行けるとかっていうとき、ビサではポンド金だが、ビサ、おや、ビサビサ、アマンアマン、大丈夫、みたいな感じで返事が来たりとかするから、みんなもぜひこのアマンっていう言葉、だから例えばできるとか可能っていう時にこのアマンっていうのを使ってみてね。はい、そして3つ目はビサ。ビサ、これもしかしたらインドネシア語を勉強してる方は聞いたことあると思うんだけど、ビサっていうのはできるっていう意味だよね。ビサ、できる。はい、ビサっていうと、できるできる、もう本当にそのままなんで、これはフォーマルでもインフォーマルでも使えます。はい、何々できる、おいや、ビサビサビサ、できるできる。はい、なので何事もなるべくノーとかは言わずに、まずはちょっと考えて、できそうだったらこういうビサとかっていう風に使ってみた方がいいんじゃないかなと思います。はい、そして4つ目はボレ。ボレ、はい、ボレっていうのはいいよっていう意味なのね。だつまりこう許可を得る、ボレどうぞとか、いいよっていう感じの言葉。
はい、だから例えば、みボラヒこれいいとか、これもらってもいい、これ食べてもいいっていう時、このボラヒっていうのを使える。うん、ボラヒ、おいえー、ボラボラボラ、いいよいいよいいよみたいな感じになります。はい、だからボラヒって聞いたら、あ、いいよって返事したい時もボラヒを使います。はい、これもぜひ使ってみてね。そして最後、5つ目はシア、シア、これね、多分日本語で書くとシアップって書いてしまうかもしれないんだけど、まあ P はもうほとんどなんかサイレント P みたいな、シアっていうのね。シアっていうのは了解っていう意味です。了解、だからこの了解とか準備 OK っていう時にシアっていうんだけど、これも最近よくインドネシア人使うね。うん、だから、あ、何何どこどこ9時ね、じゃあ明日待ち合わせ9時、 OK シアオッケー、わかりました、了解みたいな感じ。だからこのシアっていうのは結構よく聞くかもしれない。うん、だこれはまあ了解っていう意味に近いかな。うん、もしくは準備 OK っていう意味です。はい、なのでこれも結構こう聞くとなんか、あ、なんかすごい、あのすごいポジティブな感じだなっていうふうには感じるかもしれないね。うん、はい、じゃあ以上でインドネシア語の安心するポジティブな言葉でした。皆さんもぜひポジティブなインドネシア語を使って、こうポジティブな環境を作ってください。はい、じゃあこれからも教科書に載ってないインドネシア語のスラングとかいろんな言葉を教えたいと思いますので、ぜひフォローお願いいたします。インスタもよろしくね。マカシアスモアニャ、またね。